マリオン・レイヴン、マリオン・レイヴン、マリオン、エリーズ・ラビン。1984年5月25日体は、ノルウェー王国、ロレンス・コグ出身の女性歌手で、元公役。現在は、アメリカ合衆国を中心に活動。身長172センチメートル、髪、瞳の色はブラウン。彼女の名字は海賊に由来し、またラビンは、英語表記でレイヴン。 カラスという意味にもなり彼女の芸名とロゴに使われている。女性歌手と共にノルウェーでポップデュオ M2M として活躍。M2M は2002年に解散。その後、デイブンは2005年に世界市場向けにアルバム、ヒア、IAM を発表。ソロのポピュラーロックシンガーとして再デビューした。2006年にはアメリカのインディーズレーベル1 1 7ミュージックと契約し、 アルバム、ヘッツ・ウィル・ロールを制作。2007年に入ってからは、欧州市場を開拓すべく、セット・ミー・フリーを発表。ドイツ、イギリス、オランダなどを重点的に、プロモーション活動を行っている。その音楽性は、アラニス・モリセット、エアロ・スミス、AC、DC、フィオナ・アップル、フリート・ウッド・マック、ジャニス・ジョプリン、サラ・マクラクランなどの影響を受けている。 1984年5月25日のルウェー、オスロ投稿のロレンス・コグに、教師の父、ハルゲール、ヨハン・ラーブン、レイブンと、ソーシャルワーカーだった母レイブン・アガーテ・メドフースのもとに、生まれる。幼少期より歌に関心を示し、時には作詞もしていたという。5歳の時、町の教会のゴスペル聖火隊に入り、7歳になり地元ロレンス・コグで、歴史的な聖火隊、 聖ローレンシスの歌手になった。8歳でピアノとバレエを始め、翌年にはノルウェジアンブロードウェイ主催のミュージカル、サウンド・オブ・ミュージックに出演した。彼女の所属する劇団は、ベット・ンビナーという賞を授与された。本格的に芸能活動を始めたマリオンは10歳の時、ダウンタウン物語、オズの魔法使いなどに出演、両方ともノルウェジアンブロードウェイ主催。 1995年、彼女の父はデモテープを制作し、しオスロのスタジオに送った。そのデモビデオの中には、マリオンの幼馴染みで、後のパートナーとなるマリットラーセンもマリオンの強い希望で出演した。すぐに目をつけられた二人は、ノルウェイ EMI と契約、ポピュラーデュオ M2M を結成することになった。一年後、二人は、アルバム、マート OG、オージー マリオン・シンジャー・クジェント・バーナ・サーンガーを制作。同アルバムはノルウェーグラミー賞にもノミネートされた。歌手活動を続ける中マリオンはシェイクスピアのオセロにも出演していた。1998年からは英語版の制作に取り掛かり、オーディションを経てアメリカのアトランティックレコードと契約を結んだ。オーディションの時マリオンはキーボードを、マリットはギターを弾いた。 世界中から集めた作曲形とアルバムの制作に入り2000年にシーズン・オブ・パープルをリリース。それに付随して発売されたシングルドン・ジーン・ユー・ラブ・ウィーは劇場版ポケットモンスター・ミュウツー2の逆襲のアメリカ版エンディングテーマに起用された。曲はジミー・ブロワーやセリーヌ・ディオンなども手掛けるピーター・ゾオにプロデュースされ、アラニス・モリセット、ユー2などを手掛けた。 トムロード・アルジェがミキサーとして参加。サウンドスキャンによると、全米ランキング72位で1週間で3万9000枚を売り上げた。2枚目のアルバム、ザ・ビッグ・ルームは、ニューヨークのベアーズ・ビル・レコーズで収録、2002年に発売された。アルバムの世界ツアーが終わった後、2人は、歌手ジュエルの世界ツアーに同行、前座を務めたが1ヶ月後にはこの世界ツアーごと、 突然の中止に追い込まれてしまった。この頃、マリオンが一人でのキャリア展開を模索しているという噂が飛び交った。そして2002年、M2M はアメリカでの売り上げが伸びないことを理由に解散を発表した。その後、マリオンはアトランティックレコードから100万ドルの契約依頼を受けた。アトランティックレコードでソロのアーティストとしての最初の活動は2003年からデビューアルバム、 ヒア・ IAM に始まった。このアルバムには、スウェーデン人のシンガーソングライターで、プロデューサーで、ブリトニー・スピアーズや、バックストリート・ボーイズなども手掛けたマックス・マーティン・トラミ、カナダ人、シンガーソングライターのシャンタール・クレビアジックに加え、シャンタールの夫で、カナダ人歌手のレイン・マイダが携わった。当初、レコード会社は、マリオンのイメージを、ロックでダークな特殊な存在にすることに、 違和感を覚えており、ロックとポップスの融合を目指したマリオンは、自分が好きな音楽を行う権利について、会社と一騒動を起こした。結果的に2曲のボーナストラックを含めた14曲の、ポピュラーロックな曲を制作。その音は、アブリル・ラビーニやエヴァネッセンスを意識させるものとなった。同アルバムはまず、スカンジナビア、日本、東南アジアでリリース。 マックス・マーティンとのコラボレーション曲、ブレイクユーは2005年4月25日に世界に先駆け、日本で初めてラジオリリースされ、シングルカットのエンド・オブ・ミーは東南アーで発売された。この後、7月に正式にアルバムがリリースされている。楽曲、ヒア・ IAM とブレイクユーのプロモーションビデオは2005年3月、ブレッド・シモン監督の元ロサンゼルスで影された。 アトランティックレコードの内部事情を考慮に入れると、ちょうどこの時、同社はワーナーミュージックグループに買収されている最中で、あったため彼女のアルバムのワールドリリースをくれることになってしまった。2005年8月10日には、彼女の母国ノルウェーにて発売。ノルウェーの隣スウェーデンでは、初登場6位を記録した。また、アジア各国でも、好評となり、 発売から3ヶ月で13万5千枚を出荷した。日本では洋楽アルバムチャートの1位を数週間にわたり独占し、日本の他フィリピン、台湾、シンガポールで6月7月とプロモーションを行った。エンド・オブ・ミート・ブレイク・ユーのプロモーションビデオは MTV アジアで幾度となく放送され、アジアとノルウェーではラジオのリクエストトップ10の常連になった。しかし、 プロモーション不足であったことは否めず、このアルバムに関して会社は心よく思っていなかったと疑念が持たれていと同時に評論上では商業的に将来性のあるアーティストとしての評価を受けた。2006年初頭、マリオンは所属していたアトランティックレコードを音楽性の違いから契約解除すると発表があった。マリオンはこのことに関して スピリット氏のインタビューに応じた。もうこれ以上やってられないわ。何もかもナンセンスだし、何をするにも時間がかかりすぎ。本当に疲れたわ。私はすべてを仕事に捧げるために、ニューヨークに移り住んだけど、結局何もなし。だから、ここを去って、自分でやると決めた時は、もう欲して解放された感じと答えた彼女はすぐに、インディーズレーベルのセブンミュージックに移籍し、 全米デビューをすることになった。イレブンセブンミュージックは、マリオンのマネージメント会社で、ヒア、IAM にも友情参加したバンドエバークリアや、ニッキーシックスのホームでもある、テンスストリートエンターテインメントが設立した。2006年7月、マリオンは、マイスペースの中で公式に新たにレコーディングし直した、ヘッツ・ウィル・ロールをリリースすることを発表。このアルバムは、 ジェームス・マイケルとニッキー・シックスが全米デビューへのプロデュースをした。同アルバムは一部が EP となっており2006年10月31日に発売された。新曲、スピット・ユー・アウト・グッド・ヨン・シックス・オール・アイ・ワナ・ドゥ・イズ・ユー、前作、ヒア・アイ・アームから13デイズ・レイン・マイが、シャンタール・クレビ・アジックとのコラボレーション曲でアコースウィックバージョンの Let me introduce myself マリオンがファンロックへ傾倒した曲で再のレコーディングし直した曲ヘッツ、ウィルロールなどが収録されている。エクスクルーシブ誌によるとマリオンはニッキーシックスに出会ったことにより彼がサポートを務めるアメリカ人歌手のアリス・クーパーのノルウェー・オスロ公演のバックステージで勉強させてもらう機会を得た。結果的にシックスは彼女をロサンゼルスに招き 上記アルバムのレコーディングのヘルプもしている。そしてアルバムは映画ナショナルランプン S1 ワイルダーザライズオブタジ日本未公開のサウンドトラックにも収録されたほかハリウッド映画カットオフのサウンドトラックのためオクトーバーという曲を収録した。アメリカでの新作セットミーフリーをアメリカ人歌手のデスモンド・チャイルドと制作しているとき新作アルバム バット・アウト・オブ・ヘル・イー・ザ・モンスター・イズ・ルースで、チャイルドと仕事をしていたミートローフにマリオンは出会う。チャイルドはマリオンに、ジムスタイン漫画ンオリジナルの楽曲、It's All Coming Back to Me Now をミートローフとデュエットするよう勧めたが結局デュエしたのはセリーヌ・デオンになってしまった。最終的にミートローフは彼の三枚目のアルバムから、 シングルカットされた曲とそのビデオクリップにマリオンを出演させ、アメリカ VH1 クラシックにて2006年8月21日に放送された。CD はイギリスの BBC ラジオ2のプレイリストとして2006年10月16日に発売された。第1週目はイギリスのダウンロードチャートのみで43位だったが、翌週は6位にまで上昇し、マリオンにとって イギリスにおいて初めてのトップ10入りで2回目のイギリスにおけるランクインだった M2M 時代の2000年にドーンと声優ラブミーで16位に入っている。It's All Coming Back to Me Now は85週間にわたり様々なチャートにランクインし続け、ノルウェーのランキングでは6週連続1位だった。2007年2月末、マリオンはミートローフのアメリカカナダツアーに同行。 そこで彼とのデュエット曲披露の挨拶代わりとして、彼女はアルバム、セット・ミー・フリーからアコースティック・バラード披露した。このツアーで彼女はブースを作り、マリオン・レイブン T シャツとアルバム、セット・ミー・フリーをちゃっかり販売していた。アルバムは、ヒア、IAM などからのミックスと新曲を含めたもので、2007年5月にヨーロッパで、7月にアメリカで発売された。 プロモーション活動に関して言えば、2007年3月末から、イギリス、ドイツ、オランダのヨーロッパプロモーションを行った。このプロモーションで彼女は、テレビ、ラジオをはじめ雑誌や、オンラインメディアに至るまで、積極的に宣伝。ドイツでは、ラジオの南西ドイツ放送、マキシムラジオ、テレビ局では、ウェストドイッチャールーンドフンク、HR3。 ヘビーメタル系雑誌のメタルハマーに出演した。オランダを回っている時はアムステルダムのハードロックカフェでインタビューに応じた。ロックの国イギリスではギブソンルームでパフォーマンスを行い、インタビューはヨーロッパの通信社ティスコーリー SPA とアメリカのラジオディズニーが行った。フォリングアウェイ、ブレイクユーの2曲はアルバムからシングルカットされた。前者はドイツとオランダで。 ラジオリリース、校舎は2007年7月24日イギリスでリリースされた。2007年7月の上旬にはアコウンスティック UK に参加。このツアーで彼女はニューキャッスルやマンチェスターの学校を巡業して回った。その後、アメリカ人歌手のピンクのドイツツアーアイ m n ムノットデッドツアーに7月中旬から8月中旬までサポートとして参加した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。